はい、こんにちは。物欲な小屋人です。今回ね、有名になってきましたワンモアのイヤホン、引き続きご紹介いたします。ワンモアオープンイヤーバッズ S31 というオープンイヤータイプのイヤホン、レビューに提供いただきましたので紹介いたします。オープンイヤーというと、その名の通り耳の上にかぶせるだけですので、周囲の音を聞きながら音楽 YouTube を楽しむことができるタイプのイヤホンです。いわゆるカナル型などと呼ばれるね、イヤーピースがついているタイプのものは閉塞感があったり、周りの音が聞こえなくなるので苦手だなという方、家族の声などテレビの声など聞きながらながら作業をしたいという方にぴったりのイヤホンになっています。最近このような形が多くなってきましたね。では本体から見ていきましょう。まずケースです。こんな感じでワンモアとロゴがありまして、手のひらサイズです。今回耳掛けタイプなんですけれども、耳掛けタイプっていうのは結構本体が大きくなりがちですので、合わせてねケースも大きくなりがちですけれども、工夫により、入れ方の工夫により最低限に抑えられています。このようなサイズ感です。でこちらしばらく使っていますので、表面実際にねこのように、はい、スレとか少しありますけれども、使うとこんな感じになりますっていうところですね。実際の使用感ですね、このようになります。カバンに入れてお出かけとかねして少しするとこのぐらい、まあ、ただねブラックモデルほとんど目立たないですね。高級感はありませんけれども、まあ、このように最低限の質感を保っているんじゃないかなと思います。ほんとこの辺りもね何にもありません。ワンモアとね書いてあるだけのシンプルなケースになってまして、タイプ C の充電があるという感じです。そしてパカッと開けますと、この辺りにねこのように擬的マークとか各種認証系のラベルがありまして、この外側にはね何もありません。あ、ここにレランプがありますね。今緑色につきました。ランプが外側で見えてるという感じです。じゃんと、こちらが LR オープンイヤータイプのイヤホンです。本体このような感じになってます。耳掛けタイプですね。最近この手の形多いですよね。ケースがコンパクトになっているとお伝えしましたが、この工夫がこちらですね。このように重なった形で入ってます。取り出しは非常に簡単です。このフック部分をつまむか、本体部分をつまんで取り外します。本体取り外しもね、このように簡単ですね。イヤホンに合わせたくぼみがありまして、そして2つの充電端子と、このペアリングボタンがあるという感じです。収納も簡単です。こちら使い終わりましたら、まあ、どちらかからね入れればこんな感じで、はい、重ねて入れることができますので、こう取り出してこう取り出すと、先にこのベルの方を入れてもちゃんと入りますね。このように重なって取り出しもしやすいケースによってコンパクトさを実現していると。本体こちらです。最近このような形多いですね。昔はねこんなとこにこう重りみたいな感じはなかったんですけれども、最近いろいろとまあ研究とかね装着感について工夫がされたんだと思います。重力でバランスを取る最先端のイヤーフックということで、ここね 0.7 ミリのワイヤーが中に入っていて、それをシリコンで覆っているというね仕組みになっています。なのでこう曲がりますけれども、まあ、形状記憶というかね元には戻りますので、なんかグイッとね針金みたいな感じでね曲げたりするというよりは、こう、ちゃんとね弾力がありまして、復元力というか元に戻る力がね働いてこの形で収まるというとこですね。デザインこのようにねシンプルで落ち着いてね、なかなかかっこいいですね。こういうねスポーツできるタイプはね派手なものも多いんですけれども、これでしたらビジネスシーンとかスポーツ以外の普段の時にもね身につけていられるかなと思います。装着感に関してはフィット感いいですね。このような感じの機構でね、これで本当にホールドできるのと思うかもしれませんけれども、意外にもね結構ホールドできるんですよね。なんかね落ちたりすることはありません。少しねこの上の部分がずれたりしてね、耳の真上にこのドライバー部分がね来なくなったりするっていうことはねたまにありますけれども、まあ、ちょっとねずらしてあげるとすぐ元に戻りますので、実際こちら私装着して作業したり、あとランニングとかでもね使ってみて落ちませんでしたので、まあこのあたりは個体差というかね個人差あると思いますけれども、私の場合は問題はありませんでした。裏見ますとこんな感じで、イヤーピースとか全くなくね、ここの部分から音が出るんですけれども、
ここの部分をね、本当耳の上に当てるだけの感じになってますので、まあ、スピーカーがね耳の上にかぶさっているというようなね仕組みになってます。じゃあ音どうなのというところですけど、これ驚きの、ね、音質です。音いいです。これドンシャリとかね、低音高音だけきつくて、ドンシャリの音ではなくね、しっかりと全域出ていて、どちらかというとナチュラルな音なんですよ。音場の広がりもあって非常にね聞きやすい音です。驚きましたね。このオープンイヤータイプでこんなに綺麗なね音が出るのかというような感じでね、ファーストインプレッション思いますので、音質はねおすすめできるかなと思います。結構こういった形、間が空きますので低音が抜けがちなんですけれども、そのあたりもね考慮して低音強化されているということで、オープンイヤータイプに求める音質としては十分じゃないかなと感じました。で、防水性もあります。運動時汗かいても問題ございません。雨にね降られても大丈夫ぐらいですね。さすがにプールとかは無理ですけれども、 IPX5 の防水性ありますので、まあ、このようにねシリコン材で覆われていますし、水がね侵入する面も少ないですので、まあちょっと濡れたらねしっかり拭いて乾かしてあげれば問題なく使えるという IPX5 防水です。で、こちらケースにもねバッテリーが入っていまして、また本体にももちろんねバッテリーが入っています。本体だけで8時間の連続使用が可能です。またケース込みでなんと30時間持ちますので、このケースが充電池、充電器代わりになりますのでね、このケース込みで使えばもうね1週間ぐらいは全然これだけでいけちゃうという、そのようなバッテリー持ちになってます。このようにケースに戻すと充電が始まるわけですけれども、それで90分でフル充電本体へ可能です。またケース自体もこのように USB で充電します。このように黄色のランプでね充電中ということで示してくれますけれども、これ120分でこのケース自体もフル充電となります。このような有線充電だけで、ワイヤレス充電にはね残念ながら対応していないようですけれども、バッテリー持ちも非常に良いのでね、そのあたりはたまに充電してあげるくらいでいいのかなと思います。で、このようなスペックですけれども、操作はタッチ操作ですね。ここをタップすることによって操作可能です。ちょっとねワンタップはこう取り出しも含めてね誤動作しやすいので、まあ、できればねワンタップは機能割り当てない方がいいかなと思いますね。で、こちら単にながら作業でね音楽聴いたりすることができるだけじゃなくて、もちろんマイクも付属しています。内蔵マイクありますので、電話がかかってきた時の通話とかウェブ会議とかもこれでねできちゃいます。マイクはこことここ片側に2箇所合計4個ありまして、しっかり音を捉えてくれます。さらに AI ノイズキャンセリング機能というのを搭載してまして、これ周囲の音を AI によって、ノイズ判定してね、それを打ち消して相手に届けてくれるという、なかなかすごい機能を搭載してます。これからこのマイクで録音した音聞いていただきますけれども、周囲の音がね見事に消えているのがね分かりいただけるかと思いますし、自分の声もはっきりと聞こえるなというのが確認できました。ではちょっとマイク音質をお聞きください。ではマイク音質チェックしてみます。今ワンモアオープンイヤーバッド S31 を耳に装着した状態で話しています。スマホとペアリングしてスマホのレコードアプリ録音している状態です。このイヤホンですが、オープンイヤータイプで周りの音が聞こえている状態です。今ね、リビングにいて、扇風機と、あとね、ちょっとゲームの音とかね、テレビの音がしている状態で、そこまでうるさくはない状態で話しています。このイヤホン、マイクも搭載してますので、周りの音を聞いて音楽等ね、聞きながら、また作業等しながらですね、電話などかかってきても、マイクで通話することが可能です。では、音質ね、ちょっと確認してみたいと思います。マイク音質チェックしてみました。しっかりと聞こえる音になっていますね。変に声が加工されずに素直な音で聞けるんじゃないでしょうか。ちょっとこもりはありますけれども、会話するにはね、十分な音質なんじゃないかなと思います。このように耳掛けタイプで、口からね、そこそこ距離はあるのに、マイクはしっかりと音拾ってくれているかなって思います。では少しパソコンからノイズを流して、周りが騒がしい時の状況ですね。どのような感じか。聞いてみたいと思います。はい、今ねカフェの音を流しています。ガヤガヤとねした状態で話してますけれども、どうでしょうか。
続いてね、雨の音です。雨が降っているね、音の中で話してますけれども、どのように聞こえてますでしょうか。波の音です。まあ、このようなシーンでね、あまり会話もすることはないと思いますけれども、結構しっかりと波の音がね、聞こえている状況で話してます。そんな感じでしょうか。以上、ワンモアオープンイヤーバッツ S31 のマイク音質でした。どうでしょうか。環境音ね、かなり消されてしっかりと声だけ抽出されていたのではないでしょうか。こういったところにもね、 AI つまり環境のノイズっていうのはどういうものっていうのを学習して消してくれるという機能が入ってきています。ということでね、いいことばかりお伝えしてきましたけれども、最後ね、ちょっといまいちなのがね、アプリですね。こちら最新のアプリ、これまで使ってたアプリとね、また変わってます。ワンモアのアプリがあるんですけれども、これがちょっとね、不安定で、このイヤホン本体とのね、ペアリングの関係性だったりね、接続性っていうところで問題なくね、音は聞こえるんですけれども、このアプリだけね、うまくつながらなかったりっていうことがありますので、これが今後改善していっていただければなと思ってます。例えば今ね、ペアリングがもう済んでるんですけれども、このデバイスに出てこなかったりですね、新しいデバイスを追加ということで、一般的なこういったアプリってね、もうすでにペアリングされているものは出てくるんですけれども、このようにね、出てこなくて、ペアリングしてねと出ます。で、このようにね、接続設定出るわけですけれども、ここには出ずに、まあ、新しいのとペアしますということで、そうするとこの使用可能にワンモア S31 っていうのが出てくるんですよね。で、これを1回押しますと、はい、ペア設定となりまして、今ね、1回つながったんですけれども、なんかまた接続処理中になってですね、このままになっちゃうんですよね。で、じゃあということでアプリに戻ると、これ表示されてます。ただね、切断されてしまいましたになりますので、これを接続いたします。そうするとね、こんな感じで接続できるということです。少しステップを踏まなきゃいけないんですけど、ほら、またこれ切断されちゃいましたよね。こんな感じでね、ちょっとね、アプリ接続に関して不安がありますね。で、今も接続されているので、また戻るんですけど、ここには出てこないと。ただ音はこのように Bluetooth で今もうこのイヤホンからね、聞こえてますので、ちょっとこのあたりね、かなりアプリとの接続性っていうのは気になるところですね。はい、処理中、接続中に戻って、つながれ、あー、つながらないですね。こんな感じですね。これの繰り返しとなります。で、つながりましたね。ちょっとそのつながってる間に紹介しましょう。バッテリーの本体とケースの残量と、あとチューニングのイコライザーがね、できますね。このようにスタジオ、低音抑制、高音抑制、低音強調、あー、消えちゃいました。こんな感じで非常に接続性がね、良くないので、このあたりがね、レビューするにもね、なかなか厳しいところがございます。では、もう一回つながりましたので、こちらでプリセットのイコライザーですね、このように低音抑制ですね、がありまして、私はスタジオで使っています。続いて、お客様の設定、タップ操作の操作を切り替えることができます。これで自由にね、このようにまた消えましたね。また消えましたので、これお客様の設定は操作の設定になりまして、クイックガイドと設定がこんな感じでバーンインすることできますし、ファーメンアップデート、これ実はアップデート最新なんですよ。ミュージックフェスティバル、これはリンク貼りますね。製品の色、広告、実験的機能が、ペアウィンドウ、なんかね、ペアウィンドウって上にね、画面重ねてくれるんだと思います。ちょっとやってませんけれども、こんな感じでバッテリーの残量かな、はい、というようなね、機能がありまして、ただね、こう少し紹介すると消えてしまいますの、接続解除されてしまいます。ただこれ音自体はね、全く問題なく、これ Bluetooth 接続されてますので、なかなか謎仕様になっています。ということで、このようにワンモアのアプリ、これだとね、結構同じ状況に陥ると、
うん、なんでしょう、問い合わせとかね頻発しそうなので、ぜひねアップデートで改善いただきたいところかなというふうに思いますね。あと Android です、こちらは。なので iPhone とかだとまたね違う挙動を示すかもしれません。あと1回目はなんかねパスキーが正しくないよって出て、もう1回出てこれでつながるみたいなね、なんかね独特の癖のある挙動がありまして、これがねめちゃくちゃこうなんでしょう、うん、もうずっとね試行錯誤しておりました。ということでこんな感じで、音とか使い勝手とかね全く問題なくてめちゃくちゃいいんですけれども、アプリだけがねほんといまいちなので、早急に改善していただきたいところかなと思います。ということで今回いかがでしたでしょうか。ワンモアから発売されますワンモアオープンイヤーバズ S31 というオープンイヤータイプのイヤホンをご紹介いたしました。アップデートで不具合とか機能がアップするような仕組みがありますのでね、ちょっとこういったことがあってもしっかりと対応いただければね安心かと思いますので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。またこの件はね問い合わせて状況とかをね概要欄とかに書いておきますので、参考にいただければなと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。